ベルクイーゼルシャンツェベルクイーゼルシャンツェは、オーストリア、チロル州インスブルックのベルクイーゼルにある、スキージャンプ競技場である。1927年1月23日にこの地で、初めてジャンプ競技が行われた。1933年、ノルディックスキー世界選手権を前に改修され、スキージャンプの会場となった。1942年に、木造のスタートタワーが崩壊。 ビリンゲンから訪れていたサッカーチームの選手4人が巻き込まれて死亡する事故が発生した。1949年に再建され、1952年から始まったスキージャンプ週間の第3戦の会場となっている。1964年のインスブルックオリンピックを前に改修され、同大会の開会式とスキージャンプ90メートル級が実施された。 1976年に2度目のオリンピックの会場となり、2つ目の聖火台も設置された。1985年のオルディックスキー世界選手権開催。1988年に強皇ヨハネ・パウロ2世がミサを行った。2001年に大規模改修が実施され、K120HS130 サマージャンプ対応となった。建築家。 ザハハディドが設計したタワー等の施設は2003年に完成している。2005年冬季ユニバーシアード大会のスキージャンプ会場となり、2012年のインスブルックユースオリンピックでは開会式場として使用された。ありがとうございます。